コスタ内はカザフスタン北部のトボール川沿いにある町である。1895年まではニコライフスク、1997年まではクスタ内と呼ばれていた。コスタ内はコスタ内州の政治的中心である。人口は1999年の国勢調査では22万2816人、2009年の国勢調査では21万4916人である。 コスタナイは、ロシア人住民によって1879年に築かれ、ニコライ2世にを称え、ニコライフスクと名付けられた。1888年、町には、製粉工場や醸造所の建設に関わる人が3000人以上、住んでいた。それらの工場は現在でも創業している。1893年、町は市に昇格した。1918年、 石群が町を制圧し、クスタナイと名を変えた。コスタイ州は1936年に設立され、コスタイに中心が置かれた。コスタイには5つの高等教育機関と22校の専門学校があり、専門学校では12,200人が学んでいる。文化施設では380の図書館と201のクラブ、8つの博物館と2つの劇場があり、 また二つのアリーナ、十の複合スポーツ施設、二十六の競技場と五百六十七のスポーツホールなど、多くの運動競技に関する施設がある。欠片の気候区分ではアカンイ出潤気候、トレワーサの区分では出潤大陸性気候にあたる。コスタ内のコインコスタ内には、多くの歴史的文化遺産がある。地域の中心部には、イスラム教スンの派のモスクがあり、 この地域の政治に関わる建物になっている。また他に、コスタ内州立大学、アルティンザリン地域記念博物館、カザフ劇場、中央広場、コスタ内駅が、歴史的建造物として残っている。歴史的モニュメントは、イブライアルティンザリンのモニュメント、ソビエト連邦の二人の英雄の共像アフマド・バイツルシノフのモニュメント、第二次世界大戦の犠牲者の複合記念館、 今の府や、L.I. タラヌの共像、B. マジリヌのモニュメント、処刑場の壁や、アレクサンドルプーシキンなどのモニュメントがある。コスタナイ空港に集まった、ソユーズトマ -06M の乗組員、チェリビンスク、マグニトゴルスク、トロイツク、エカテリンブルク、クルガンやチュメニといった、ロシアの都市へは、道路が伸びている。道路は、カザフスタイ国内のアスタナやアルマトイにもつながっている。 鉄道の総延長は 1048km である。53の鉄道駅で貨物と旅客の運輸を取り扱っている。石油はロシアの油田からカザフスタンの石油生成工場を経て鉄道で輸送される。コスタナイ空港は、ツマイナス134、ツマイナス154、アンマイナス22、イルマイナス86やいくつかのボーイング機を離着陸させることができる。 コスタ内国際空港からはカザフスタイ国内の各都市や旧ソ連の都市、ドイツのフランクフルトやハノーファー、アラブ首長国連邦やトルコなどと結ばれている。通信はカザフテレコムの死者が独占している。カザフスタンプレミアリーグに所属する FC トボルはコスタ内中央スタジアムを本拠地としている。スタジアムにはアイスリンクもある。ありがとうございます。